くすくべ町は2004年9月まで愛媛県の南上郡に存在した町である。現在は平成の合併を経て愛南町となっている。愛南町のほぼ中央部に相当する。愛媛県の最南端である南上郡の中央に位置する。北には四国山地から分岐して東から西に走る篠山山脈をもって北上郡津島町に接し、南は東西に長く開けて、 太平洋に面している。西は市街地を未章町に接し、軍内の主要公共施設は東町と未章町とに集中している。東は緩やかな山地で一本松町に接し、海岸線でわずかに高知県すく毛市に接しているが、すく毛市への交通はもっぱら、一本松町を貫通する国道56号によっている。町名の由来古代菊中世半世紀明治以降、 ぐすくべ町の系譜、町村製紙工事。緑昭和27年9月1日合併。緑総図村。総図は昭和31年9月21日合併。ぐすくべぐすくべ村ぐすくべ町。東外目村東外目村。東外目町。い。内海村平成16年10月1日。未祥町新設合併。一本松町愛南町。 再会長。あ、大正12年2月11日、調整志向、ぐすくべ町となる。い、昭和27年4月1日、調整志向、東外目町となる。内海村田の合併以前の系譜は、それぞれの町村の記事を参照のこと。ぐすくべ村には、大技はなかった。緑相図村との合併時、三大技を継承。 1956年の東外目村との合併と同時に大技を廃止、15時となる。なお、平成の大合併により愛南町となってからの地名表記は、ぐすくべ町を愛南町に置き換えることで対応している。ただし、こう、おつのみ、ぐすくべこう、ぐすくべおつとする。町内に高等学校はない。ただし、 愛媛県立南和高等学校の敷地の一部が町内に存在する。ありがとうございます。